ですけど、やっぱ自分自身の魂を鍛え上げていきたいっていうのがすごくあって、お金をどうこうじゃなくて、で私はもともとインド哲学を、学生時代にはやってますし、まあ哲学が大好きなんですね、中学生から。あと、まあ、宇宙の根本みたいなのね、考えるのも大好きだったんで、でだからとにかくハートをね、どん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 高めていきたいんですけど、なもんで結局それが、まあ、今の香港もそうですしエベレストもそうなんですけど、まあ、挑戦して、例えばそれを まあね、いろんな挑戦をしていくもんなんで、何かをいろいろ手放していかなきゃいけないと思うんですよね。まあ、全部を握り続けるのは難しいと思うんで、まあ、もしかしたらできるのかもしれないんですけど、自分に本当に合っていれば、まあやっぱり挑戦して自分に合わないものっていうのも間違いなくあると思うんで、そこら辺を執着していると次に進めないんで、でどん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 やって、まあもう一回、もしかしたら時期が違って一回チャレンジしたことを一回手放してまた戻ってきてもう一回やるっていうのもありかもしれないし、まあ何が言いたいかというと、そういう中で自分のハートを磨いて、要は根本を一つしっかり芯のところを確立すれば、まあ、どこの世界でも戦える自分に持っていきたいっていうのがとってもあって、まあ、どこの世界でもそうだし、どんな状況でも、例えば今はすごく平和な状況ですけど、まあ、一気に状況が変化した時でも、その状況に耐えうる柔軟性と強さを持ったハートと心とになりたいと思っています。うん、はい、そこが本当に人生の目標ですよね。それに関してはやっぱり何にも動かないとまずダメなんで、本当にまず何も動かないでずっと、例えば本を読んで、机の上で本を読んで、そんな状況になれるかっていうと、おそらく私が考えるになれないので、まあいろんなところに行ったり、まあ例えばわかんないです、オーロラ見たり、氷河登ったり、そうだな、まあいろんな会社の事業を起こしてみたり、いろんな苦い思いを体験したり、辛い思いを体験したり、悲しい思いを体験したり、恐ろしい思いの時には体験したり、愛おしいなっていう愛情を感じたり、家族を持って愛おしいなと感じたり、まあ、何か逆にそれ家族がいることで寂しいなって感じたり、まあ、いろんなことをね体験していかないと、そういう人としての根本のところはね大きくなっていかないと思うんですね。なもんでこうやってこう香港にもね来てるんですけどね、一時的なものじゃなくて、まあかといったってね、日々の利益とかは大切なんで、そこをねそんな大きなところにちょっとすり替えてだからいいだろうっていうわけじゃないんですけど、まあ、根本はそこで、そこから結果としてまあ物お金がついてくるっていうね、そこに本当に行きたいんですけどね。どうしたらいけるのかな。ちょっとこの中の芯の部分をグッと、もう本当に強靭にしたいんですよ。中をアイアンマンみたいにしたいですね。外はどうでもいい。どうするのかな。わかんない。